はいどうも皆さんこんにちは、いつおです。ということで今回はねスイッチの方のフォートナイトなんだけど、アップデートでプラトゥーンとかでよくあるなんかリモコンの傾き具合で視点を変えれるというか、多分このモーション感度ってやつなんだけど、まあ、いわゆるジャイロ操作ってやつが、まあ、スプラトゥーンみたいなやつがまあできるようになったと。とりあえずやってみようということでやってみよう。うん、ちょっと操作未だに慣れないけど、パソコン版ばっかやってるから操作未だに慣れないけど、ちょっと頑張っていきましょう。ジャイロ操作でね、どんだけね、普段ね、まあ、パソコン版だから、まあ、マウスとキーボードで、ね、狙うときはマウスで、ほんで移動とかはキーボードでやってるんですけど、まあ、どんだけね違う操作感が違うのかっていうのを、まあ、そもそもリモコンとマウスでだいぶ違うんだけど、でもジャイロ なんて言うんだろうな、まあ今のうちはちょっと感度高すぎるかな、わかんない、具合がわかんない、具合がちょっとだけ設定変えさせて、狙ってる時だけにしようか。なんかじゃないと普段から画面グワグワになってたらちょっと腹立つよね。普段は普通にこれだけど、狙った時だけこう、あーいいねこれ、あーこんぐらいがいいのかな、ちょうど普段からちょっとあるのはめんどくさいような気がする、個人的なあれだけど。あれこれピッケル X か、茶色は向いてないかもしれん、そもそも俺が向いてないのかもしれんけど、グラウンってきたね。あぶね。この試合を含めね、まあジャイロをちょっとつけて何試合か行ってるんですけど、まあ調整しつつ、最初はもうジャイロガンガンでって感じでやってたんやけど、これはあくまで個人的な意見なんですけど、なんかねエイムアシストをつけるのであればジャイロは別にいらなく感じるね。エイムアシストをつけるのであればジャイロは必要ないかな。あのねちょっと、まあ、さっきの試合の多分動画とかを見てもらって、まあ、操作した感じっすよ、まあ、自分がそこまでそのリモコンとジャイロに慣れてないっていうのもあるんですけど、まあ、普段パソコンでやってるんでね、マウスとキーボードなんで、あんまああ重いあんまそういうのに慣れてないっていうのもあるんですけど、まずそのジャイロで狙うって時に邪魔されるんですね、エイムアシストにそう邪魔されるのはどういう風にっていうと、なんかこう狙うじゃないですか、でこうジャイロでこう狙います。まあちょっと今だいぶ感度下げてるんですけど、ジャイロで狙ってる時にこうエイムアシストがこうちゃんと敵の方に向いてる、でジャイロでも合わせようとすると逆にずれるんですよ、敵から。自分の場合っすよあくまでも個人的な意見っすけどね。なんでまあ自分がもしリモコンで、まあ、スイッチで普通にリモコンプラスジャイロでやるのであれば、もうジャイロのみで行くんやったらエイムアシストは切るし、でジャイロじゃなくて、なんていうの、ハイブリッド的なリモコン操作プラスジャイロで行くんやったら、んー、そのなんていうんだろう、ジャイロの感度はほぼもう ないに等しいっちゃ等しいけど、もう微調整するレベルのあれでだいぶ下げますね、感度は。しに行きましょうか。
さあ打ち勝つ、そこに私が迫る。上を取られるも、どっち行った？おった。相手はタクショウ。はい。当たる。あいつ剣しか早い。屋根がわからん。もう一人来る。さあ一時宣伝離脱、まあ逃げるよね、あんだけ体力減らされたら。おるね。タイミングであいつは突っ込んでこない、来ると思ってんけどな。本体を拾って、あ、範囲来てんのか、それは辛いな。詰めていく。えい、はい、あそこおるな、あの丘のとこいるでしょう、おそらく。内側とかは、あ、いるね、一人。はい、エイムアシスト強すぎんか、ちょっとエイムアシスト今のえぐない。どこあれ、当たるね。シールドはもうほぼ1ぐらいです、あの人。足も降りようか。こう回っていこうか。キーのとこやりづらいで、これいった。遠目から適当に撃ちまくる。はい、勝ったまあそうでしょうね、横やりさせましたからね。まあ正直、ザイロは俺は ADS、まあ、覗いてる時にちょっと微調につくぐらい、微調整用にジャイロをつけるぐらいがまあちょうどいいかなって感じかな。それをするとまあ結構正確に頭狙ったりとかもできると、微調整が効くからね。個人的な意見ですよこれはということで今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。